奈良に遠足に行ったら外国人がいたので。ガキの頃の話だが、遠足で奈良方面に行った時、若い外国人男女が歩いていたので、その当時まだ珍しかったからみんなしてハローって挨拶したけど、遠足で10列で並んで一番最初の子がハローって言い出したものだから、みんなそれに倣ってハローって手を振って言い出したの。外国人の前で小学生がハローを連発していくから、彼らは淡く言いながらみんなに手を振って挨拶。しばらくして別の場所で外国人たちに再会。友達が勇気を振り絞って彼らのところに行って話をしてきた。戻ってきた奴らの話では、あの人たちオーストリア人だって。その昔外国人と見ればハローと言ってたガキの頃の思い出。 Facebook でアメリカ人の友達ができた。みんな Facebook とか登録してる？少しでも英語の勉強になればと思って2ヶ月前に会員登録してみたんだけど、早速1個下の女の子の友達ができたよ。その子は学校で日本語を習ってるアメリカ人で、今度日本に旅行しに来るみたい。今までは数通しかメッセージのやり取りをしてなかったんだけど、昨日メールが1通その子から送られてきててびっくりした。内容はアメリカから贈り物を送りたいから住所を教えてとのこと。本当にいきなりで焦ったけど、贈り物が気になるから住所を書いたメールを返信。ちょっと不安だけど海外だったら平気かな。メールやメッセのやり取りはしてたものの、贈り物まで送ろうとしてくれるとは思わなかった。きっとあの子も私と同じように海外の人と交流したくて、日本人の私にこんなメールを送ってくれたんだなと思い、なごなごしました。何が送られてくるか楽しみだな。ちなみに私も日本の何かを送るつもりです。